笠井君。日本共産党の笠井彰です。本日の案件に先立ちまして、北朝鮮問題への日本政府の対応について岸田大臣に伺いたいと思います。トランプ米政権は北朝鮮への対応について軍事力の行使も選択肢にする立場を表明いたしております。昨日来日したペンス米副大統領は核ミサイル開発を加速させる北朝鮮への対応について、先に訪問した韓国で述べたようにアメリカの戦略的忍耐の政策は終わったと、すべての選択肢はテーブルの上にあるというふうに述べて、北朝鮮に対して、軍事的な動きも排除しない考えを改めて説明をしております。また米国は平和を追求しているが、平和は力によってのみ初めて達成されるというふうにも述べました。トランプ政権のこうした軍事的な威嚇について岸田大臣は是とするんですか。岸田外務大臣。まずご指摘のように米国においては北朝鮮政策の見直しを行っていると承知をしています。そしてその見直しにあたって、全ての選択肢が訴状に上っているというこの方針で見直しを行っていると承知もしております。このことはこの安全保障における抑止力という、点においてはこれは評価できると考えます。ただ我が国として外交を通じて平和を守る、この姿勢が基本であるということは変わらないと考えます。ぜひ米国とも引き続きしっかりと政策のすり合わせを行いたいと考えます。笠井君。抑止力として評価できるというふうに言われましたけれども、ペンス副大統領はシリアやアフガニスタンでの行動を通じトランプ新大統領の力を見せたと、北朝鮮は大統領の決意やこの地域の米軍の力をテストしない方が良いと韓国で発言いたしております。そして我々は通常兵器や核兵器などいかなる攻撃にも圧倒的に対処するという形で軍事力の行使を公言しているわけであります。そういう中で日本政府がすべての選択肢を評価するという形で支持する表明をすることは、米国が北朝鮮に対して軍事力を行使するということについて容認支持するということですか。岸田大臣。日米同盟を強化する上において、あるいは地域のこの平和と安全を守る上において抑止力を強化しなければならない、これはこの重要なことであると考えます。引き続き日本もこの抑止力の強化にこの協力をしていかなければならないと思います。その中にあって外交を通じて平和を守るという姿勢が大事だという我が国の方針はこれからも変わらないと思いますし、米側としっかりすり合わせを行っていきたい、このように考えます。笠井君。その軍事力についての行使を行うことを容認支持するということになるのかということについてはっきり答えます。岸田大臣。今申し上げているのは抑止力を強化することが重要であるということを申し上げております。その中にその抑止力強化をするためにあらゆるオプションが含まれる、こうした説明が米国からされておられると認識をいたしております。笠井君。抑止力を強化するというけれども、先ほど副大統領自身の言葉も紹介しましたが、米国は使うと言っているわけです。そういう中でそれについてきっぱりした態度を取れないという問題が大きな問題だと思うんです。実際に米国が軍事的脅威を強める中で、北朝鮮は先日も弾道ミサイル発射というさらなる軍事的挑発行為も行いました。軍事対軍事の危険なエスカレーションが起こっている現実を
しっかり直視すべきだと思うんです。今必要なのは、経済制裁の強化と一体に、北朝鮮との外交交渉に踏み切って、その外交交渉の中で、北朝鮮の核ミサイル開発の手を縛って放棄させると、外交的選択肢こそ取ると、基本的にはそれこそ取ると、軍事はダメだと、そこをはっきりすべきじゃないんですか。岸田大臣。先ほどから申し上げているように、抑止力の強化は重要であると思います。外交を通じて平和を守ることは、この基本であると、我が国は思っています。そして、この北朝鮮に行動を変えさせる上において、国際的な連携が重要であるということで、取り組みを続けています。この安保理、累次の安保理決議の実効性を高めていく努力等を通じて、しっかりと北朝鮮にメッセージを送り、建設的な行動に導くよう、国際社会全体として努力を続けなければならない、このように考えます。笠井君。外交が基本だと、外務大臣として繰り返されるわけですけれども、安倍総理は今週4月17日の衆議院の決算行政監視委員会で、外交努力を通じて平和を守ることが重要であることは言うまでもないと述べながらも、建前を述べるのは結構ですけれども、残念ながらそれでは北朝鮮は動いてこなかったのは事実というふうに強調をして、外交努力を通じて平和を守ることを建前だと、総理大臣の答弁として言い放ちました。これ私、驚くべき暴言だと思うんです。岸田大臣もこの外交努力っていうのは建前だと同じ考えなんですか。岸田大臣。今ご指摘の総理の発言は、外交努力が建前だという趣旨で申し上げたものではないと私は理解しております。外交において平和を守ることはが重要であることは言うまでもない、基本を申し述べた上で、その後、この今日まで、例えば米国の政策についても、戦略的忍耐という方針で臨んできた。しかしながら、北朝鮮のこの挑発行動はますますエスカレートしている。米国が今この北朝鮮政策を見直している。こういったこの具体的な取り組みについて表現されたものであると理解をしております。委員長。浅井君。私今総理大臣の答弁を紹介したように、建前を述べるのは結構ですけれどもとはっきり言われたんですよ。外交努力を通じて平和を守るということが建前だということを言われたわけですから、外務大臣も同じような、やっぱり総理は建前と言われた、外務大臣も同じかって私聞いてるんです。岸田大臣。確かあの時私もその場にいたようなことを記憶しておりますが、その前段があったと思います。質問が、さまざまな質問が寄せられた上で答弁しているわけですから、こうした答弁を受けて建前というものでは現実は変わらない、こういったやり取りだったと記憶しております。この外交によって平和を守ることが重要であるということを建前だと言って否定するような発言ではなかったと理解しています。どうだ。私は明らかにこれ建前って言われたらびっくりしたんですよ。これじゃあ外務大臣はとにかくこの外交を通じて解決するという努力っていうのは建前じゃないと。岸田大臣。それでは総理のご指摘の答弁についての理解はともかくとして、我が国政府として外交を通じて平和を守る、これは大変重要な基本姿勢であると認識をしているということは改めて申し上げたいと思います。笠井君。私3月8日のこの党委員会で質問をさせていただいたときに、今こそ国際社会が一致結束をして経済制裁を厳格に実施して、この圧力を強めることと一体に、外交交渉を通じて北朝鮮に非核化を迫って核ミサイル開発の手を縛ってその放棄に向かわせると、そういうことが極めて重要になってくる、より重要だということでよろしいんですねと。最近の北朝鮮による核ミサイル開発という暴挙に対して、
ただしたときに、そういうふうにただ質問いたしたときにですね、岸田大臣ご自身がご指摘の通りだと認識をいたしておりますと、今もそれは変わりませんね。岸田大臣。はい、先ほども申し上げましたが、外交を通じて平和を守るという姿勢は重要だと思いますし、国際社会と連携し、北朝鮮に、この非核化に向けての建設的な行動など、具体的な行動を取らせるよう、しっかりと圧力をかけていく、こういったことは重要であると認識をしております。浅井君。決算行政監視委員会で のやり取りの中では、建前という発言だけじゃないんです。安倍総理は、戦争はもちろんあってはならないというふうに述べられながらもですね、北朝鮮には軍事的挑発行為をやめろと強くやらなければならないけれども、アメリカにお前らはやめろということではないと、アメリカに対して。つまり、米国に対して軍事力行使を行うなとは言わないということをはっきり公言されましたが、岸田大臣、これは日本政府の立場ということですか。岸田大臣。まず基本的にですね、北朝鮮の累次の安保理決議に反し、国際社会にこの挑戦的なこの行動を続けている、こういった行動と、米国をはじめ関係国が平和を守ろうとしている努力、これをですね、同列に論ずることは、これはいかがなものかと思います。その上において、この米国のこうした取り組み、抑止力を強化するという取り組み、これについてはこの平和と安全を守る上で大変重要な取り組みであると認識をし、我が国として評価をしている次第であります。笠井君。同列論を言ってるんじゃないんですね。先ほど冒頭にも紹介しましたけど、ペンス副大統領は平和大事だと、平和を守る努力というふうに言うけど、それは力によってのみ初めて達成されると、軍事力でやれるんだとアメリカ言ってるわけですよ。で、それはいいのかという話になってきて、結局アメリカに対して北がやるからといってアメリカも軍事力やっていいのかということについて、アメリカにはやめろとは言わないって言って総理は言われたと。それが日本政府の立場ですかと、こういうことなんです。委員長。岸田大臣。米国についてはあらゆるオプションが訴状に上っているという方針で政策の見直しを行っています。あらゆるオプションが含まれるわけであります。ペンス副大統領の発言もそうしたこの見直しの趣旨に沿った発言であると認識をしております。そしてそのことは抑止力の強化という点において評価できると我が国は考えています。笠井君。アメリカが抑止力の強化と、それは評価すると言われますけれども、そういう形で結局いざというとき使うと、で米国が先制攻撃などの軍事力行使を実際にそういうことでやったらどうなるかということが大変問題になると思うんです。おびただしい犠牲が出ることは避けられないと。1994年のことがよく引き合いに出されますが、クリントン政権時代、米政権時代に米国による北朝鮮への先制攻撃の一歩手前まで行ったことがありました。そしてその時は韓国のキム・ヨンサン大統領がクリントン米大統領に電話をして、戦争は絶対ダメだと、そんなことになれば南北で数百万人もの人々が死亡すると、でもしも米軍が戦争を始めたとしても韓国軍は一人たりとも動かさないと、断固反対という談判をやって止めたことをキム・ヨンサン氏本人が回顧録で述べております。こうしてあの時先制攻撃を一歩手前で止めて、カーター元米大統領の訪朝ということになって、まさにそういう中で世界は地獄を垣間見たわけですが、そういう経過については当然岸田大臣はご承知ということでよろしいですね。岸田大臣。ご指摘の点も含めて過去さまざまな経緯があったことを承知しています。
ただそういった経緯を経た 現在において北朝鮮は新しい段階の脅威と指摘されるほど挑発行動をさらにエスカレートしています。この現実に対して我が国として具体的にどう対応するか、国際社会全体としてどう対応するか、こうしたことをしっかり考えていかなければならないと考えます。浅井君。1994年だけじゃありません、2002年、過去さまざまなということを言われましたが、米韓首脳会談で当時のブッシュ米大統領は北朝鮮の核施設への外科手術的攻撃をオプションとして考えていると表明したことがありました。これに対して当時の、キム・デジュン大統領、金大中大統領は、そうなれば北朝鮮を攻撃しなければならないと、それは全面戦争に発展するというふうに反論して、戦争だけは避けなければならないことを、切々と訴えたことがあります。よく2003年の第二次核危機でも当時のノムヒョン大統領、韓国の大統領はブッシュ大統領に軍事オプションは絶対に飲めないと強く反対をいたしました。米国は北朝鮮の反撃による韓国などへの被害リスクが大きすぎて先制攻撃できないと判断したということだと思うんですけれども、そうした経緯ということについて新たな段階とかって先ほども言われたけど、しかしそういう歴史的経緯を無視してよいというふうにお考えでしょうか。岸田大臣。さまざまな歴史的な経緯があるということをご紹介いただいたことも含めて、私も承知をしています。そしてそれに対してはさまざまな評価があるのも承知しています。しかしいずれにしましても、そういった経緯を経て今日に至りました。今日北朝鮮の核開発、ミサイル、弾道ミサイル開発、こうした挑発行動は一向に収まっておりません。ますますこのエスカレートをしています。この昨年1年間に発射された弾道ミサイルの数だけでも、北朝鮮のこの現在の指導者の前の指導者の時代に発射した弾道ミサイルの数を上回っているということも指摘をされています。こういった状況について今は国際社会として連携しながらどう対応しなければならないか、我が国はしっかり考えていかなければならないと考えます。笠井君。大臣に伺いますが、北朝鮮の核ミサイル開発新たな段階とエスカレートしたと、エスカレートしたというもとで先制攻撃はやってよいと、エスカレートしたので相手が先制攻撃、それに対して米国がやってよいとお考えでしょうか。岸田大臣。米国は北朝鮮政策の見直しを行っていると承知をしています。そしてすべてのオプションが訴状にある、こういった方針で見直しをしていると承知をしております。これについて抑止力の点から評価していると申し上げておりますが、それ以上につきましては何か予断を持って申し上げるのは控えなければならないと思っています。浅井君。すべてのオプションということで言われて、実際に過去に先制攻撃というのも行われて米韓でやり取りが何度もあったということでの話なんで、それ以上のことについてはっていうんじゃなくて、私はエスカレートした相手がしたからといって、それに対して米国が先制攻撃やっておいというふうにお考えかということについてちゃんと答えてもらいたいんですよ。それはいけないと言えるのかどうか。いけないって過去に経過があったじゃないかと。岸田大臣。米国はあらゆるオプションを訴状に載せると言って、見直しを行っています。それ以上のことについて、我が国が米国の行動について予断を持って何か申し上げるのは控えなければなりません。ただ米国との間において政策的なすり合わせ、これは綿密にしておかなければならない、こういった問題意識は強く持っています。こうした努力は続けたいと考えます。浅井君。先制攻撃などの軍事力行使の選択肢は絶対やってはならないと思うんですよ。これはこうした先ほどの経験を踏まえても明らかなことで、最近カーター前国防長官はアメリカの ABC テレビのインタビューで、米国が北朝鮮を先制攻撃すれば北朝鮮は韓国を攻撃するだろうと、その戦争は朝鮮戦争以来見たこともない極めて破壊的なものになるだろうと強く警告しております。米国が北朝鮮に対してシリアで行ったような先制的な軍事行動という選択肢を取った場合、
韓国、日本を巻き込んで深刻な武力紛争に発展しておびただしい犠牲が出ることは避けられないと思うんですけれども、そういうことは避けられないという認識はありますか。岸田大臣、こうした、まあ、事態、ご指摘のような朝鮮半島におけるさまざまな事態については、うん、あらゆる事態を想定して、万全の体制を作っていかなければならないと考えます。ただ具体的に予断を持って、具体的な事例について申し上げるのは控えなければならないと考えます。笠井君、アメリカがあらゆるオプションと言っている以上、その中で軍事オプションもあって先制攻撃ということについてもそこまで寸前まであったということになれば、予断を持ってではなくてしっかりとそれはダメだよということを言わなきゃいけないんだと思うんですよ。本当に国民の命と安全に責任を持つというんだったら、米国に対して軍事的選択肢を取るなということを、絶対取るなということをきっぱり要求すべきだし、国際社会と協調して北朝鮮への経済制裁を厳格に実施強化しながら外交交渉に踏み切って非核化を迫ると、北朝鮮の核ミサイル開発の手を縛って放棄させる選択肢を取るようにアメリカに対して強く働きかけるべきだと。それが真に国民の命と安全に責任を負うべき政府の務めであって、憲法9条を持つ日本ならではの役割じゃないんですか、大臣。岸田外務大臣。我が国の基本的な方針は、対話と圧力、行動対行動のもとに、核開発、弾道ミサイル開発、拉致問題、こうした諸懸案を包括的に解決するために、努力をしていくというものであります。そのために何が最も効果的なのか、こういったことを不断に検討していかなければならないと存じます。そして併せて国際社会の連携が重要であると認識をいたします。安保理決議の履行など大きなこの役割をこの担っているこの中国などともしっかり連携しながら、米国、韓国の関係国との協力もしっかりと確認しながら、国際的な取り組みも進めていく、これが我が国の基本的な方針であります。ぜひこの方針に基づいて、北朝鮮にしっかりと働きかけていきたい、このように思います。笠井君。米国に対して軍事的選択肢を取るなと、先制攻撃するなと、それさえ言えないと私はとんでもないと思います。国際社会のさまざまな努力にもかかわらず北朝鮮の核ミサイル開発を止めることができていない事実があるからこそ、従来の延長線上にとどまらない外交的対応と中国を含む国際社会による制裁の厳格な実施強化という両面でのやはり対応を抜本的に強化することで北朝鮮に非核化を迫ることがいよいよ重要だということを強調しておきたいと思います。それでは次に租税条約に関して質問いたします。スロバキア、ベルギー、ラトビア、オーストリアの4つの租税条約は国際課税分野における日本の大企業優遇税制を国内外で一層拡大強化するものであり、我が党は反対であります。そこでバハマとの租税情報交換協定の改定議定書について質問したいと思います。バハマは国際的な租税回避地であり、その対策が求められてきました。今回の改定で非居住者の金融口座情報が相互の税務当局に自動的に通知されることは、国際的な脱税や租税回避行為の防止対策の一つと理解をいたしております。そこで確認でありますけれども、今回の議定書によって可能となる自動的情報交換というのはどういうものでしょうか。高瀬中南米局長。お答え申し上げます。自動的な情報交換とは、一般的にはですね、非居住者に関わる税務情報を租税条約等に基づき外国の税務当局に対して自動的に提供する仕組みのことでございます。 OECD は2014年に特に金融口座情報の自動的交換に関しまして国際基準として共通報告基準というのも策定しております。
この基準におきましては、各国税務当局が自国の金融機関から報告される非居住者に関わる金融口座の残高情報等を年1回自動的に交換するということになっております。今般のバハマとの改正議定書では、この共通報告基準に基づく自動的情報交換を可能とする規定を導入することとしておりまして、日本とバハマの間ではこれに基づきまして、2018年から自動的な情報交換を行う予定としております。笠井君。現行の協定は、非居住者に関する情報について、当該税務当局の照会の要請に応じて、情報を提供するものであったと思うんですけれども、今回の改定によって、年1回、1年に1回、日本とバハマの間で税務当局の非居住者情報を要請のあるなしにかかわらず、自動的に情報交換を行うようになると、まあ、そういうことでよろしいんでしょうか。高瀬中南米局長。はい、委員ご指摘のとおりでございまして、この改正議定書の発行によりまして、両国の税務当局は、それぞれ自国の金融機関から非居住者の口座情報の報告を受けまして、これを相手国の税務当局に対しまして、年1回取りまとめて提出するということになります。笠井君。最後に大臣に伺いたいんですが、自動的、情報交換を行う際の非居住者情報の取り扱いはどうなるのか。入手した情報を他社に開示することがあるのかどうか、その点、そして全体としてのこの条約改定議定書についての意義も含めて答弁いただければと思います。岸田外務大臣。日バハマ租税情報交換協定を見ますと、第8条において協定に基づき、一方の締約国が受領した情報については、秘密として取り扱うものとされています。原則として、租税付加等の目的のためにのみ使用されることが許される、こういった規定になっていると認識をしております。したがって、交換された情報については、個人情報保護の観点から、厳格な取り扱いが行われるものであると認識をしております。そしてこうした協定の意義でありますが、協定を行うことによってこの租税回避等の行動に対してしっかりとしたこの目が注がれることになるわけでありますし、両国のこの金融この制度等に対する信頼性を高めるということにもなるんだと考えます。両国間のこの信頼関係の醸成という意味において重要な協定であると認識をしております。笠井君。終わります。